Synthesizer V Studio Pro バージョン 1.11.0 では ARA プラグインに対応しました。これによりお使いの DAW 上でシンセサイザー V スタジオのより高度な編集機能をお使いいただけるようになります。シンセサイザー V スタジオ ARA プラグインはご覧の DAW に対応しています。詳しくは公式 X アカウントやホームページにてご確認ください。ボーカル MIDI 変換はオーディオファイルに収録された歌声からノート、ピッチ、歌詞を検出する機能です。これは ARA プラグイン版とスタンドアロン版の両方において利用できます。まずは ARA プラグインを利用したボーカル MIDI 変換の手順を今回は DAW としてスタジオ1を例にとって説明いたします。インストール後ブラウザーパネルのエフェクトタブのリストにシンセサイザー V スタジオ ARA プラグインが表示されていることを確認します。次にオーディオトラックを追加します。モノとステレオのどちらでも可能です。追加したトラックに変換元となる歌声が録音されたオーディオファイルをインポートします。 What did I do to make you go? オーディオイベントの上にブラウザーパネルから ARA プラグインをドラッグしイベント FX として適用します。するとシンセサイザー V スタジオの編集画面が表示されます。トラックリスト上部シンクトラック上にノートグループが置かれています。これは DAW と ARA プラグインの間で位置や長さが同期しています。この状態ではまだノートグループの内容は空になっています。ノートグループを右クリックしてオーディオをノートに変換を選択します。ダイアログが表示されここでノートの検出感度を調整することができます。確定をクリックすると検出が始まりノートとピッチ情報に変換されます。 What did I do to make you go? 検出したノートの内容は自由に編集することができます。 What did I do to make you go? ただしシンクトラック上ではノートグループの外にノートを置くことはできず、ノートグループの長さを変更することもできません。一方ローカルトラックでは好きな位置にノートを置いたり、既存のプロジェクトファイルからトラックの読み込みなどもできます。ただし DAW でオーディオをバウンスする際はシンクトラック上のノートグループの内容のみが対象になることにご注意ください。 DAW 上でインストゥルメントトラックを作成し、そこに先ほど変換したオーディオイベントをドラッグすることで検出した結果をMIDIノートとしてエクスポートすることができます。注意点として DAW の中でリンクしているオーディオイベントは ARA プラグインの中でも内容がリンクします。新たにノートグループを作りたいとき DAW 上でイベントをただコピーしただけではリンクしてしまうので、オーディオイベントに対して共有コピーを分割などを行い別のオーディオイベントとする必要があります。スタンドアロン版でボーカルMIDI変換機能を利用するにはオーディオトラックにオーディオファイルをインポートした後、右クリックメニューからオーディオをノートに変換を選択します。ARA ブリッジ機能を使うと DAW とシンセサイザー V スタジオインストゥルメントプラグインの間で再生位置とテンポ情報を強力に同期できます。まずすでに ARA プラグインが起動していることを確認します。していない場合、先ほど説明した手順で ARA プラグインを挿入します。新規インストゥルメントトラックを追加しシンセサイザー V スタジオインストゥルメントプラグインを適用します。ウィンドウ右上の ARA ブリッジリンクのボタンがアクティブになっていることを確認します。これで再生位置とテンポが同期します。試しにテンポ情報を変更してみましょう。ロジックプロでは DAW のリージョンをプラグインで直接扱うことはできませんが、 ARA ブリッジ機能を使うことで再生位置やテンポの同期を行えるようになります。ARA ブリッジ機能を使うにはまずロジックプロを起動し、新たにオーディオトラックを作成します。この時 Apple Silicon 搭載の Mac をお使いの方は
ロゼッタモードで起動してください。追加したオーディオトラックのオーディオ FX の先頭にシンセサイザー V Studio ARA プラグインを設定します。するとシンセサイザー V の ARA ブリッジウィンドウが開きます。次にソフトウェア音源トラックを追加します。その時音源にシンセサイザー V Studio プラグインを選択してください。シンセサイザー V Studio プラグイン画面の ARA ブリッジリンクボタンがアクティブになっているとプラグインと DAW の再生位置、テンポを同期することができます。